おー、広い。急に広い。こっからが本番ですよね あんなところで手こずってる場合じゃないんで、重いです。なんか定期的に角つくのは、まあ仕方ないかな。マップ広いしな。ここ下なんかあるけど、まあとりあえず先だな。先こっちだな。黒曜石。こっちなんかあるか？なんもなさそう。前作結構隠れた場所にあったりもありましたからね。ちょっと前作の話あんまりしない方がいいんだろうな、きっと。わからない人が困ってしまう。こっからなんかできる？で、アスレ絶対ないんだよな。届きそうで届かない。まあ道なりに行きましょう。なんかあるかな。暗いな。まあ夜だからな。なんもない。床の模様とかないかな。こっちかな。なんかありますね。なるほど。これでいつでもここから登れるようになるわけだ。親切設計ありがたい。こっち行きますか。開かない。方向的にこっち戻る方面だけど、どっかにつながったりするんでしょうか。さっきも開かない扉あったらしいね。走るか。中傷目薬、メガサエール。まあこれは、お助け要素だな。と、どうせ、灯台も一筋縄じゃ入れないんでしょ？そもそも登れる？これ。なんかあるな。PV で見たやつだな。なんもないな。なんもない場所って今まであったっけ？まあないことはないだろうけど。なんでしょうね、これね。この色を覚えとこうか。結構ね、色重要なことが多いからね。なんかある？これはなんかあるだろう。目薬でした。メガサエールでした。さて、これカエルがいそうな場所だな。でもどうせ鍵がいるんでしょ？はい。ここは多分カエルがいる場所。多分ね。で、ここはまだ行ってないか。なんもない家が多いな。気になりまくリング。ライトで、このライトがパスワードになってそう。で、開けごま、まあ、開くはずもなく。いろいろあるな。
押しても特に変化はないから今は解けないんだろうな。なんかいるが。え？カエルだ。2匹おる。カップルですか？爆発しとけ。向こう側行けるよね。行けるね、向こう渡って行けそう。ここ登れるな。登れるけど何もなしと。ちょくちょくアスレしたくなるような配置があるが。あそこは行ってないな。え、何この意味深な緩和スパン。扉が2つ。松明、王の住処、キングゲロゲロの住処の入り口へと導く灯火。さっきのところっぽいな。今回面積がバカ広いから親切設計がたくさんありますね。こっち行ったらさっきのとこでね。これここに戻ってくるんでしょう。で、あそこにもあの謎の構造物があると。もう探索だけでめっちゃ時間使ってるもんな。ああ。途切れてると思ったら普通に行けた。ちょっと F5 使っちゃってごめんね。見やすいんだ、こっちの方が。いらっしゃいますね。こんにちは。まあ目でしょうね。目を思いっきりタッチしといて。いるだけですか。なんか道あるけど。本当にこれだけ。マジ。まあでもなさそうだな。基本的に道がつながってないところは何もなさそうな気配が。こっちは？おっと、ここから先は丘と空気が違う。まるでこの島からの脱出には何も関係ないような気がする。は。なんか関係ないと言っているなら本当に関係なさそうな気がするけど。この下行ったっけ？行ってない気がするな。あ、でも塞がれてるな。だったらいいか。あのカエル気になるんだよな。こっちまだ行ってないよね。広い。こっちは重い。あ、この雰囲気はまた渦があるな。今回はもともと危ない危ない、最初から渦が出っ張ってますね。こっち開いてないもんな、そもそも。鍵かなんか必要なのか、それとも上の模様なんかありそう。さっきも緑の模様があったけど、特にできることはなさそうか。あ、上に種類あるな。またなんかあるね。謎多すぎん。あー、パズル系。あー、これ建物の床ですね。
どこの家のやつかは分からんけど、まあこれ溶けそうな感じがする。これは青ね。おお、口の中が見える。なんかあるな。はしごっぽいのが見えたよね。ちょっとズームあまり使わない方がいいのかもしれんか。盾と弓を持ってらっしゃる。はあ。RPG でもしてるんでしょうか。また二手に分かれてんな道。こっちは通る。来たわけではなさそう。あ、あそこから左曲がったらこっち来れるんだ。なるほどね。おっと、あの色は、まあ、完全にこれですですよね。でもこれ入れる？入れないよねこれ。どっから入んのこれ。こっち行くか。なんか こっちも戻る。あ、お邪魔します。なんだ、トラップチェストですが。カエル像の電話。カエルについて何やら書かれている。著者不明。カエルは守る、島も民も乱れ舞う。南の空の獣は流星のごとく見落とし、放たれた炎の粒手は背の大盾で受け止める。カエルは守る、島も民も。